マクロスシリーズマクロスゼロ、マクロスゼロは2002年から2004年にかけて発売された OVA。前後間、テレビアニメ、超軸要塞、マクロスの前史にあたる作品である。東京国際アニメフェア2004において優秀作品賞 OVA 部門を受賞した。マクロスシリーズ生誕20周年記念として制作されたのが本作である。 地球外星人ゼントラーディとの戦争に巻き込まれる7、ヶ月前、2008年の南海のことをマヤンを舞台に、現代文明と伝統文明の総国、人類創生の秘密が描かれる。長寿空要塞、マクロスの舞台となる、近未来を現実に迎えつつあることから、本作はそれまでの続編作品とは逆に、シリーズの過去に遡り、現実世界と架空のマクロスワールドが交錯する。 過渡期の状況に焦点を当てた。海 -14 闇具 -29 という実在する兵器と、可変戦闘機やデストロイドという空想未来兵器が同世界の中に登場する。監督の河森正春は当初、南の島を舞台にした、戦記物に、可変戦闘機の開発エピソードを絡めた、短編2本立ての物語を構想していた。しかしロケーションハンティング中に、 アメリカ同時多発テロ事件が発生し、ミリタリー的な作風を自粛するムードがあったため、民族学を下敷きにした神話的作風へ方向転換することになった。また、近作の例に漏れず本作でも自然との協調が謳われているが、これらの描写には以前の作品である地球少女アルジュナで開発された生物を 3DCG で描画するテクニックが随所に使用されている。 本作の設定について、川森は発表されているマクロスの基本年表には載っていない話であるとしていた。アメリカでは機密事項の公文書が50年経たないと公開されない場合があるという例を挙げ、本作は歴史から抹消されている前提のエピソードであり、物語の構成も後々に伝説として語られるというまとめ方に近いと述べている。2008年には、 マクロスフロンティアが制作され、これに合わせて改定された基本年表では、本作の事件が2008年7月に起きたとする記述が加えられ、この時代には機密情報が公開されて、マヤン島自閉ヘニア VF-0 の存在も公になっていることが示唆された。また、作中では、本作の物語が、新・駆動の伝記とされ、 マクロスフロンティア第10話、レジェンド・オブ・ゼロではこれを原作とした映画、鳥の人として、本作を題材にした劇中劇が登場し、一般市民にも広く知られた物語となっている様子が描かれている。また、本作の登場人物、マオノームのその後の消息も描かれている。このマクロスフロンティア内のエピソードが語るように、すべてのマクロスシリーズに共通する、 架空の世界の歴史的出来事をモチーフにして、後から作られた創作作品であるという設定は本作品においても例外ではなく史実をモチーフに制作されたが、必ずしも作品内の事象が全てにおいて史実通りとは限らないということである。本作ではあえて随所にそれを強調する演出が意図的に盛り込まれている。本作はマクロスシリーズでは初めて全面的に 3DCG を導入した。1994年制作のマクロスプラスでは一部のみの仕様だったが、その後、マクロス VFX2 などのゲーム開発で経験を積み、本作ではメカ以外にも背景の立体的な空間表現などを試みている。制作の中心は川森が所属するサテライト、地球少女アルジュナで実績のあるトゥーンレンダリングを使う予定であったが、 戦闘用性切風など、他作品との違いを明確にするため、新たにテクスチャマッピングによる質感の表現法を模索することになった。写真とイラストの中間イメージ的なテクスチャを描くため、長谷川のマクロスシリーズ模型で、ボックスアートを手掛けるイラストレーター、天神秀樹が参加し、色調やライティングの調整を行った。本シリーズの代名詞である、 板野サーカスを CG で再現するため、板野一郎自身が特に監督としてモーション監修を行い、三輪 CG では軽く見えがちなメカアクションの演出を指導した。戦闘機の 3DCG はアニメーションがキーフレーム感を自動補完するのではなく、通常のアニメと同じようにすべてのモーションを手打ちするという手法をとっている。VF-0 のメカ描写には特に多くのカットが、 咲かれ、説得力のある変形シーケンスや、標的を目で追うだけで、次々とロックオンしていく、制御系は以降の VF シリーズに継承され、VF-25 等の最新鋭機にも採用されていることが、マクロスフロンティアの作中で描かれている。第1章では、戦闘機形態の 3DCG モデルから変形させたロボット形態が華奢に見えたため、第2章以降は、 中間形態、バトロイドも、別個に見栄えの良い,いモデルを作り使い分けている。一方で、3DCG で迫力が描ききれない場合は、通常の手書き作画で処理している。約2年間の制作期間中 3DCG 技術の試行錯誤は続き、その経験は、創生のアクエリオン、マクロスフロンティアに生かされることになる。川森は、本作の設計は、テレビ画面では、体感として、 伝えきれないもので、その分セリフで説明しなければならないため、OVA よりは大画面、大音響向きの作品だったと振り返っている。本作品の CGI チームはいたのが、フライングシーケンスディレクターを担当した特撮映画、ウルトローマンに参加している。その後いたのを通じて、スブラやプロダクションの CGI チームにノウハウが継承されており、 後年の特撮作品にも影響を与えている。物語における大状況の詳細については、統合戦争を参照1999年7月、後にマクロスと名付けられる異星人の宇宙船が地球へと落下した。この間よりもたらされた様々なオーバーテクノロジーの奪い合いに橋を発する争いは、やがて統合戦争と呼ばれる世界的な戦争に発展する。 戦争末期の2008年、地球統合軍の戦闘機パイロット、工藤信は、反統合同盟との交戦中、人型に変形する新兵器、可変戦闘機 s v 5 1二乗機を撃墜され、今なお伝説が生きる難解のことを、マヤン島に流れ着く。そこで、信は、風の導き手と呼ばれる島の巫女サラノーム、その妹で都会に憧れる少女マオノームと出会う。 マオとの関わりの中で、心を閉ざしていたシーンは笑顔を取り戻し、カくなに島の掟を守り、よそ者を警戒する皿とも次第に打ち解けていく。一方、落下した宇宙船と同様の反応を示す物体が、マヤン島付近の海底に沈んでいることを察知した、統合軍は、アホースと呼称されるこの古代の遺物を回収すべく、可変戦闘機 VF-0 を配備した特務部隊を派遣し、 半統合同盟はこれに奇襲攻撃を仕掛ける。両者の争いに巻き込まれたシンは統合軍に合流し、ロイ・ホッカー少佐が率いる可変戦闘機部隊、スカル少隊に配属され、機種転換訓練を受ける。そしてシンは、フォッカーの大学時代の先輩で、アホースとマヤン島の調査のために部隊と同行する、文化人類学者アリエスターナーの護衛任務を与えられ、 マヤン島に戻ることになる。シンは森の中でサラの歌に反応して花が開き周囲の岩が宙に浮かび上がる光景を目撃する。これについてサラは争いが島に持ち込まれたことでマヤンの伝説に歌われる人類の創造主にして週末の日に滅びの歌を歌うとされる鳥の人の目覚めが近づいている兆候だと話す。シンとサラが接近したことで 二人の仲が気になる魔王は、真を海底に連れて行き自分の宝物を見せる。その正体はアホース、すなわち鳥の人の首で、反統合同盟は、統合軍に回収された胴体と、この首を狙って動き出す。真は魔王の頼みを受けて、鳥の人の首を奪還するが、反統合同盟の攻撃によりマヤンの村は、火の海と化し、真の機体は撃墜され首も、 所在不明となる。戦闘に巻き込まれ幼児対抗を起こしたマオは、アリエスの指示により、統合軍の研究チームに引き渡される。シン、サラ、アリエスは、反統合同盟に捕らえられ、そこへ、アリエスの死、ドクター・ハスフォードが姿を現す。ハスフォードは、かつてサラをそそのかして、島の規定を破らせたことで、鳥の人の秘密を知り、これを呼び覚まそうとしていた。その言葉に、 サラが心の傷をえぐられ、悲鳴を上げると鳥の人をかたどった岩が飛来し、シンとサラはこれに乗って脱出する。起きを破ったせいで島に災いを招いたと自分を責め、傷ついた森を癒すために歌うサラに合わせ、シンはサラの心を癒すために歌い、やがて二人は口づけをかます。一方、人の血液と同じ蘇生を持つ、 鳥の人の体液を輸血され、マヤンの儀式によって、巫女の力に目覚めた魔王は、災いの到来を感知し、ほどなくして、半統合同盟によりマヤン島に気化爆弾が投下される。森が焼き払われたことによって発見された、鳥の人の首、そしてサラとアリエスは、半統合同盟の手に落ちる。シンとフォッカーは、それぞれの大切な女性を救うため VF-0 で出撃し、 立ちはだかる、半統合同盟のパイロットたちと激戦を繰り広げる。しかし、サラの眼前で、真の機体は撃ち落とされ、その悲しみに抗うして、鳥の人の胴体と首が結合し、覚醒を遂げる。サラを取り込んだ鳥の人は、銀河に進出する力を持ちながら、争いを続ける人類を消し去るべく、滅びの歌を歌い、絶大な力で両陣営への攻撃を開始する。真は、 怒りと恐れにとらわれて、鳥の人を攻撃しようとするが、魔王の言葉を受けて、武装を解除し、サラを信じて、呼びかけ消去を取り戻させる。しかし、統合軍は、鳥の人を破壊すべく、オペレーションにこのクラスムを発動し、反応弾を発射する。サラは島を守るため、鳥の人のバリアを展開して爆発する、反応弾を包み込み、そのまま空の彼方へと消え去る。 アリエスを救えなかったフォッカーは、その最後を見取り、機体が破損し、脱出不能となったシンは、サラとマヤンの民の歌声を耳にしながら、金色に輝く海に没する。そして、シンの機体が、海中から光に包まれて浮上し、天高く飛び立ってゆく光景が描かれ、物語は終わる。シリーズの基本設定については、マクロスシリーズを、シリーズ共通の用語については、 マクロスシリーズの用語一覧を参照マヤン島のモデルとなったタイのピピ島本作の舞台となるマヤン島は東南アジアの洋上に浮かぶ熱帯雨林に覆われた島。豊かな自然の下で漁や採集を中心とした生活を営み、古の鳥の人伝説を信じる島民が伝統社会を守ってきたが、徐々に現代文明に染まりつつあり、発電機や衛星アンテナも置かれている。 男性の多くは出稼ぎや徴兵により島を出ており、残っているのは女性や子供、老人ばかりである。1、風景のモデルはタイのピピ島。神話、編集マヤン島の伝承では、現象、世界には海と風があり、海に住む魚の人が星々を渡る鳥の人に対し、空を飛べはしても海の深さを知らないだろうと笑ったところ、怒った。 鳥の人によって、尾びれを切られ、そこから、足が吐いて、最初の人、ローイカヌになったと言われている。1。船で旅に出たローイカヌが喉を潤す泉がないことを、嘆くと、鳥の人は海亀を落とし、砕けた甲羅が、マヤンの島々となり、島に上がったローイカヌが孤独を嘆くと、鳥の人は、自分の首をはね、その血が、最初の女、ローイワカとなり、 二人は結ばれ数多くの子を成したという、二。その後、老イワカは、星々の海に帰り、老イカヌに対し、自分が戻る時は天の定めが乱れ、世界に滅びの歌が轟く日だと告げたとされる、二。マヤン島には鳥の人に由来する様々な伝説が残されており、これをかたどった像も多数作られている。聖なる山の洞窟から聞こえる音は、老イカヌが、 鳥の人に許しを請う歌声だと伝えられる。3. 近海には、飛び魚が生息しており、マヤンの民は海を泳ぎながら空を飛びたがる飛び魚のことを、ローイカヌとローイワカの最初の子供だと言い伝えている。3. 島の掟き手により隠されている言い伝えによれば、鳥の人は、天の神、プロカチャによって、滅びの歌を歌うよう命じられ、自らの首をはねて、これを食い止めたが、 人と人、人と大地の絆が切れるごとに、首と体が近づき、やがて、滅びの歌を歌う日が来るとされる。四。風習、編集マヤン島においては、カドゥンなるものの存在が信じられている。島の、聖なる巡りが遮られると風が濁り、草の裏に、カドゥンが救うという。一。太古の昔より、歌と規定を守ってきたというマヤンの巫女。風の導き手は、村を、 カドゥンから守る役目を担う存在でもあるとされる。二。風の導き手のサラノームは、外から来た人間が争いのカドゥンを持ち込んだことによって、絆が弱まり、鳥の人の覚醒が近づいていると語る。三。島の者がカドゥンに取り憑かれたとみなされた場合、プキヌ派と呼ばれる儀式が行われる。四。これが終わると、その者は新しい命に生まれ変わったとされ。 かにに負けなないい存在になるという4日常においては男性が槍ウェイと呼ばれる長さ1メートルほどの木製の棒をそれぞれ形を工夫して作り好きな女性に見せ夜になって男性が女性の元を訪ねて行った時にこれを差し入れるという風習がある1女性は気に入った男性だとそのまま二人でデートをするというものだが マヤン島で目覚めたシーンは知らずに、ヤリウェイを武器として携行し、目の前に現れた皿に突きつけて凄んだために、周囲にはおかしな光景として見られることになる。1。マオはラブレターのようなものだと説明し、シーンはラブスティックと呼ぶ。1。本来は男性が自分で作るものだが、皿は副業としてヤリウェイを数多く作り、成形の足しにしている。1。 他作品におけるマヤン島を編集反省記号部隊とするマクロスフロンティア第10話レジェンド・オブ・ゼロではマクロスフロンティア戦団において新駆動の電気をもとにしてマヤン島事変を描いた映画バード・ヒューマントリの人が制作され生態景観アイランド3内にセットとしてマヤン島の環境が再現される劇場版マクロスフロンティアでは主人公たちが イアン旅行で訪れるマクロスフロンティア船団内の人工島がマヤン島と呼ばれる。マヤンの神話に謳われる鳥の人の正体は約50万年前、銀河に一大生還文明を築き上げた知的生命体プロトカルチャーが太古の地球を訪れ人類の祖先に遺伝子操作を行った後、一種の監視装置として残したものである。やがて人類が進化して宇宙へ進出する段階に、 達したとき、争いの過剰に取り付かれ、光戦的な種族となっていた場合は、災いのもととして消去するよう仕掛けられていた。五。マヤン島に住む、風の導き手と称される巫女の一族は、この発動を食い止める、あるいは発動させる鍵となる存在とされる。五。鳥の人は、胴体と首が切り離された状態で海底に、眠っており、統合軍は、明日マイナス一から得た。 オーバーテクノロジーにより稼働させた時空変動レーダーサイクロプスによってこれを発見しアホースというコードネームで故障する1回収した胴体部分から流れ出る体液は地球人類の血液とほぼ同じ組成を持ちその血液型はマヤンの巫女と同じアルファボンベイであることが解析される3一方の首はマヤン島近海の底に沈んでおり その存在を知る魔王のオノームはこれを宝物と呼んでいた。3. 半島合同盟がこれを発見し回収するが、風の導き手の叫びに呼応して、胴体と首が結合し、空中の元素を固定して、巨大な翼のようなものを広げた姿へと変化する。5. 声が頭部に取り込んだ風の導き手に、人類が未だ争いを続けていることを確認すると、 滅びの歌を歌い攻撃を始める。5. アスマイナス1の時空構造変換システムに告示した機関を持ち、重力制御やホールドも可能で。2. その攻撃は瞬時に艦隊を壊滅させる威力を持つ。5. 統合軍のアホース調査艦隊は、鳥の人が復活して制御不能となった場合、これを完全に破壊せよとの密命により、オペレーションイコノクラスムと呼ばれる作戦を、 指導することになっており。5. 最終手段として、威力調整型の反応弾頭が使用される。マクロス・フロンティアにおいては、その用紙は、プロトカルチャーが深刻化していた、生命体、バジラを模したものとされる。6. 通常の管には使用されない、高純度のフォールド鉱石を搭載したシステムであり、後にプロトカルチャー研究者となったマオは、フォールド鉱石を通じて、 さらの歌声を感知し、鳥の人の情報を追って、惑星ガリア4に到着したとされている。駆動新聖、鈴村健一本作の主人公、統合軍少尉。18歳、日系2世のアメリカ人。左目の泣き袋が特徴。幼い頃に異星人の宇宙船アスマイナス1の落下を遠方より目撃する。その後勃発した統合戦争で両親を亡くし、 統合軍に入隊後、戦闘機パイロットとなる。腕は優秀だが、他人に心を開かず自分勝手な言動が多いため、同僚たちからは距離を置かれている。半統合同名との交戦中、ノーラの軽 SV-51 ガンマに撃墜されて、マヤン島に流れ着き、後に、フォッカーが指揮する、スカル小隊に転属となるも、それまでとは、勝手の異なる。 可変戦闘機への騎士転換に手を焼くこととなる。サラ山を、フォッカーたちとの触れ合いの中で、それまで閉ざしていた心を徐々に開いてゆく。登場機、サラノーム星小林さなえみ子の家系に生まれ、マヤン島の古代文明を守る、風の導き手、16歳。しとやかだがうちに激しい気象を秘める。亡き父上がりより教わった島の古いおを固くなに、守り、 当初は、よそ者の真を警戒するが、徐々に心を通わせ、惹かれ合ってゆく。かつてドクター・ハスフォードに騙されて、島の掟手で禁忌とされている採血をされたことが、心の傷として残っており、そのために島に災いを招いたという追い目を抱くことになる。四。後に覚醒を始めた、鳥の人に取り込まれるが、真の決死の呼びかけが通じ、正気を取り戻す。最後は、 統合軍が鳥の人を破壊するために使用した反応弾から島と神を守るため、自身を含めて鳥の人を反応弾ごとバリアで隔離し、伝説をなぞるようにと宇宙へ旅立つ。5。魔王のおム星南何理由からの妹。11歳。元気で快活な少女だが、時折大人びた仕草を見せることがある。姉と違い島内の生活には、 退屈気味で文明人の真に興味を抱き惹かれてゆくが、姉の思いとの間で揺れ動くこととなる。泳ぎが得意で、真には魚の人に例えられ、これに対し自身は真のことを鳥の人に例える。3、サラと同じアルファボンベイという貴重な血液型の持ち主で戦闘に巻き込まれて幼児対抗を起こし、同じ血液型である鳥の人の体液を輸血され、 さらにマヤンに伝わる、プキヌ派の儀式によって生まれ変わり、4、ガドゥンを感知し、鳥の人とも干渉できる存在になる。5、マクロス・フロンティアでは、プロトカルチャー研究の第一人者と言われ、同作品の登場人物、シェリル・ノームは、マオの孫娘とされる。詳細は、マクロス・フロンティアの登場人物マオ・ノームを参照、ロイ・ホッカー星 神谷明統合軍調査でアフォース調査部隊の母艦である空母アスカの艦載機体を率いるエスパイロット26歳指揮官用の VF- レースに登場コールサインはスカルワン大空と酒と女をこよなく愛する部下思いの人物実戦訓練においては新たち可変戦闘機の操縦に不慣れな若年パイロットのアグレッサーを務める2詳細は ロイ・フォッカーを参照エドガーラサールコ小森はじめすけ統合軍、リオ、18歳。陽気な性格で、シンと常にコンビを組み、カイ -14 及び VF-0D の後部席に登場する。上記を撃墜されてもその度に生還し、二度目の生還時にはサラとアリエスを助けようとするシンと、フォッカーのために、管制官を殴り倒して、発信許可を出す。 アリエスターナー製、神道直美文化人類学者。26歳。フォッカーのかつての思い人で大学時代の先輩。フォッカーの元を去って、オックスフォードのドクター・ハスフォードに指示し、4、死が唱えた人類が異星人の干渉によって進化したとする人類プロトカルチャー干渉仮説の検証のため、統合軍の食卓として空母アスカに上艦し、マヤン島に上陸する。 住民に対して、健康調査の名目で採決を行い、さらの避難を受けるも意に介さず、戦闘に巻き込まれても、なお、鳥の人の行方を追って、島に残る。3. 助けに来たフォッカーと急行を温めるが、4. 半東合同盟の手に落ち、鳥の人の目覚めによって生じた破壊で、致命傷を負い、フォッカーの腕の中で息を引き取る。5. 中島雷造り声 有本金流空母、アスカの技術班長。69歳。職人気質で、口は悪いが、熟練の技で、パイロットたちから熱い信頼を集める。マクロスデルタには、ひまごのマキナ、中島が登場する。KTC ボクロビ統合軍海兵隊員。男性隊員以上に卓越した格闘術を身につけており、武器を携えた真でさえ全く相手にならないほどの、 戦闘能力の持ち主。2。ノーラポリンスキー星、高山南半統合同盟の女性パイロット。25歳。階級は大尉ワインレッドの SV-51 ガンマを狩る凄腕。コールサインは、シュワルベル。統合軍兵士に家族を残殺され、自身も領辱、拷問を受けたことをほのめかし、胸には無残な傷跡が残っている。4。そのため、 統合軍に対して異常なまでに憎しみを抱いている。二度に渡り真を撃墜するが、最後の戦いでは真に執着するあまり、鳥の人の射線上に入ったことに気がつかず、直撃を受け戦死する。5、DD イ、オートモ・大友ー・ザブロー反統合同盟のエースパイロット。上機は黒い SV-51 ガンマ。機体の黄色い鼻のマークから、パイロット仲間には、 デイジー・イワノフと呼ばれている。コールサインは、シュワルベアン。ノーラとは恋仲。統合戦争以前から、紛争地帯を転戦してきた軍人で、統合軍のテストパイロット時代は、フォッカーの教官だった。フォッカーと、幾度も熾烈なドッグファイトを繰り広げるが、最後の戦いではノーラを殺害されたことに逆上して、鳥の人に挑み、その圧倒的な力の前に戦死する。 ドクター・ハスフォード・モエ、野沢・ナチ・オックスフォードでアリエスを指導した学者。人類プロトカルチャー鑑賞仮説を提唱する。かつて、マヤン島を訪れた際、皿をそそのかして、鳥の人の隠された伝承について聞き出し、採決を行う。4。滅びの歌は、創造の歌と表裏一体だと唱え、人々の争いを沈めるためと称して、らに、 鳥の人を目覚めさせるよう求めるが、覚醒時の破壊に巻き込まれ、滅びを選択された世界を目の当たりにして生きたル、5。ヌトクゴエ、大北見を、鳥の人伝説を語り継ぐマヤン島の長老。堅くクナに起きてを守ろうとするサラトは、対照的で、外から来た人間を心よく受け入れ、すぐに民芸品を売ろうとする。海マイナス 14A、14 A スーパートムキャットと合ー軍の主力戦闘機。 カス -14A のトーム回収型であり、B 型に準じるとすれば、エンジンを PWTF30 からイ 110GE-400 に換装しており、外観は実在の F-14D、コックピットはカス -14A の形状になっている。バンダイのサイトでは、カス -14A 改めとも記される。 VF-0 フェニックス統合軍が開発した試作可変戦闘機。詳細は VF-0 フェニックスを参照 k S-3A 空中給油機専用型。UH-60 回転用空飛行場を持たないマヤン島において汎用軍用輸送機として登場。デストロイドシャイアン試作型デストロイド。両腕にガトリング砲、両足にローラーを装備。 詳細は、デストロイドシャイアンを参照プロトタイプモンスター、デストロイドモンスターの試作型。両腕は、砲撃時の反動を抑制するためのクローハンドに変形する。詳細は、デストロイドプロトタイプモンスターを、参照原子力航空母艦、CVN-99 アスカ2アフォース回収を任務とする特務部隊の防艦。アスカの漢字表記は、アスカ。 全長が250メートルと、原子力空母としては、非常に小型で、喫水船長も艦名も収益時期も、実在の豪華客船、アスカ2のそれとほとんど同じである。なお、後の話である、長時空要塞マクロス・ザ・ファーストにおいては、同系艦が多数建造されており、グラーフ・チェッペリンや、アークロイヤルなどが存在する。 二ツ急行機型原子力航空母艦イラストリア、シンが物語開始当初に所属している部隊の母艦。反統合同盟によって撃沈される。r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦ミグ -29、フルクラム反統合同盟所属の戦闘機。SV-51 担統合同盟が開発した、可変戦闘機。詳細は、SV-51 を参照デストロイド。 オクトス水陸両用型デストロイド。水中では潜水艦型、陸上では四つ足型に変形する。詳細はデストロイドオクトスを参照教習潜水艦、アウエルシテッド半島合同名の母艦。旧ロシア軍のミサイル原子力潜水艦をベースに改造したもので s v 五十一を体圧カプセルで覆い髪型垂直に射出する。ハッチを十二機、艦首には 巨来発射管を6機備えている。アーカン作詞ホーリーラーズ、作曲、編曲、ハイシマクニアキ、歌ホーリーラーズ第1章、最終章、エンディングテーマ、第2章、第3章挿入歌。本作のメインテーマ、ライフソング作詞、作曲、編曲、ハイシマクニアキ、歌、福岡豊ウィズホーリー、ヤニャン作詞、作曲、編曲、ハイシマクニアキ、 マヤンご協力、川森正春、歌、何理由か第3章エンディングテーマ、挿入歌。フォレストソング作詞、編曲、ハ島邦明第4章エンディングテーマ。ホーロビーの歌作詞、川森正春、ハ島邦明、作曲、編曲、ハ島邦明、オーケストラアレンジ、宮野幸子、歌ホーリーラーズ、大抜き白最終章挿入歌。 ビクターエンタテインメントより発売。マクロスゼロオリジナルサウンドトラック12003年1月22日、発売。マクロスゼロオリジナルサウンドトラック22004年11月10日、発売。バンダイビジュアルより発売。マクロスゼロ第一章、海と風と2002年12月21日発売。マクロスゼロ第二章、地上の星2003年5月23日発売。 マクロスゼロ第3章、青木死闘2003年11月28日発売、マクロスゼロ第4章、密林2004年5月28日発売、マクロスゼロ最終章、鳥の人2004年10月22日発売、マクロスゼロブルーレイディスクボックス2008年8月22日発売。マクロスフロンティアとの関連を示すオリジナル版にはない、描写が加えられている。 マクロスエースフロンティア2008年10月9日、バンダイナムコゲームスより発売。同作からは機体及びパイロットが登場しているが、ゲスト的扱いでミッションは、海と風と、青き死闘の二つ。マクロスアルティメットフロンティア2009年10月1日、バンダイナムコゲームスより発売。エースフロンティアでは、ゲスト参戦だったが、こちらは、本格参戦で、海と風とから、 鳥の人まで OVA 前後話のストーリーが再現されている。なお本作及び後述のトライアングルフロンティアには回 -14 とミグマイナス -29 も登場するが、それぞれタイプマイナス -14、タイプマイナス -29 という故障に変更されている。マクロストライアングルフロンティア2011年2月3日、バンダイナムコゲームスより発売、アルティメットフロンティアの続編。 クロスオーバー作品、編集スーパーロボット対戦スクランブルコマンダーザ、セカンド2007年11月1日、バンプレストより発売。原作終了後の設定となっている。同作の1年後を舞台とする、超軸要塞、マクロスアイ、覚えていますかと共演。アナザーセンチュリー、S エピソード、R2010 年8月19日、バンダイナムコゲームスより発売。 同作の51年後を舞台とするマクロスフロンティアと共演。スーパーロボット対戦 X オメガ2020年6月9日から6月15日までの期間限定で登場。作品内編集ありがとうございます。